小十子です。シャトレーゼさんのフルーツロールです。なかなかのボリュームです。これね、特別価格で買いました。お値段税込み1566円が1253円になっておりました。1本の長さは 17.5 センチ、重さは 540g ぐらいありました。1509キロカロリーと表示されていました。それではいただきます。卵の味わいとフレッシュなミルクの味わいがします。割と厚めだから口に残るかなと思ったんだけど、もうしっとりと溶け込んでいく感じです。それにクリームが加わってなおしっとりクリーミー。3種の果物の果汁とフルーティーなエキスが一緒に口の中に入ってくるのでめちゃくちゃ美味しいですね。あと2つあるからちょっと味を変えてみます。チョコソース、ホワイトチョコソース。今使ったホワイトチョコソースはですね、練乳が入ってるからちょっと色がねキャラメルっぽいんですけど、ちゃんとホワイトチョコソースです。お、
うん、チョコ合う。うん、まずチョコレート自体がしっかりこちらの生地に馴染んでうまく調和させて美味しいです。そしてビターなチョコレートとクリーミーなホワイトチョコが重なってもそれぞれが引き立て合ってめちゃくちゃ美味しくなってます。合う。メーカーとかね、種類によって味変わったりはするんだけど、チョコレートが合うっていうのはね、やっぱすごい嬉しい。うん、メロンこんなに大きいの。贅沢。最後一つはあんことホイップと黒蜜を上からかけてみました。和洋スイーツ、和のいいところと和のいいところが合体されていいとこ尽くしです。あんはこしあんにしようと思ったんですけど、ちょっと濃いめにいこうかな、ワイルドにいこうかなと思ってあえて粒にしてみました。こしでもね、多分ねいけると思います。コク深い独特の甘さを持った黒糖のね黒蜜をかけて
いるのでめちゃくちゃ美味しいです。これで味の幅が広がりますね。うまい。和との相性も最高。合うんだ。ごちそうさまでした。シャトレーゼさんの 20% オフ3種のフルーツロール大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。フルーツ3種はリンゴの蜜漬けと、メロン、あとイチゴなんですよ。これね、メロンがとにかくねめちゃくちゃ美味しい。みずみずしくて、まあ、今時期ですからちょうど旬ということで、あとリンゴとイチゴもフルーティーな味わいも最高ですね。よく合います。アレンジはね適当ベースがいいので
何をやっても美味しい。